って言っても全然問題はないよ。で、書くのも御社って書くのも全然問題はないんだけど、基本的にはこういう形でやりましょう。なので自分のなんか仮想の就職先をしてもらって、そこに対しての志望動機っていうのを書いてみてください。気をつけてほしいこと、内容はまた後で話すんで、その前にできるだけ、まあ、丁寧な字で書きましょうっていうのは、まあ、当たり前のことっちゃ当たり前のことなんだけど、あとは文章をできるだけ短くしましょう。前も言ったかもしれないけど、必ず一つの文章で一つの意味だけにしとく。